94式2号水上偵察機下側の姿94式水上偵察機は、川西航空機が開発し、1934年に正式採用された日本海軍の水上機である。機体略版は E7K。当時の同種の機体と比べて、航続力、安定性、操縦性に優れており、1935年から太平洋戦争末期までの長期間運用された。 連合軍でのコードネームはアルフ。昭和7年に日本海軍は七四水上偵察機の開発を川西航空機と愛知航空機に命じた。海軍の要求はが主な点だった。この要求に従って川西航空機が開発した機体は胴体、翼とも金属の骨組みにハフバりの副容機で水冷エンジンを搭載していた。フロートはジュラルミン製で、 それまでの水蒸気と比べて空気抵抗が少なく大破性の大きい形状となっていた。また、冷却機や重座を引き込み式にして空気抵抗の軽減を図っている。原型の川西 J 型施策1号機は1934年2月6日にテストされ、最高速度は海軍の要求値には届かなかったものの既存の水上偵察機を上回り、 抜群の安定性と航続力を有することが判明した。翌1935年5月に94式水上偵察機として正式採用され、量産が開始された。生産は1934年から1940年にかけて、川西航空機が各型473機、日本飛行機で57機生産され、合わせて530機生産された。 初期の機体は、広潮91式水冷エンジンを搭載していたが、後に、性能向上のために、三菱水性空冷エンジンに換装した機体が作られた。この改造により実用性はさらに向上したため、1938年に94式2号水上偵察機として、正式採用された。それに伴い前期生産型は94式1号。 水上偵察機と解消された。94推定は1935年から巡洋艦や水上規模艦の主力搭載機となったほか、各地の基地にも配備され、偵察、戦乱護衛などに活躍した。太平洋戦争開戦時にはさすがに旧式化していたが、それでも基地航空隊では相当数が使用されていた。戦争後半には偵察任務からは退いたものの、 紹介や、戦団護衛、連絡などで終戦まで利用された。末期には、特攻機として利用された機体もあった。また、完全自動操縦装置の試験に用いられた機体や、滑空標的機や一式標的機の母機として用いられた機体など、特殊な派生型も存在した。ありがとうございます。